日本の皆さん、えー、こんにちは。えー、僕は後藤正秀と言います。プレイヤーズスクールミュージックというあのジェフバーリンが校長を務めている学校の生徒です。えー、僕は一年半ぐらい前にこの学校に来たんですけれども、まあ来る前は日本やアメリカ、まあいろんな音楽学校を探していたんですけれども、ここ以上の学校を探すことができませんでした。でもうここに来る前はあのまあここジャズを基本的に教えるんですけれども、ジャズとか全く弾けなくて。 ハーモニーを知らなくて枯葉とかでも全く弾けないぐらいでしたで今からジェフと一緒にあのジョン・コルトレーンの「ジャイアント・ステップス」という曲を演奏するんですけれどもこの曲はコールチェンジがものすごい激しくて本当に演奏するだけでも大変大変な曲ですでまあここ来る前はそれが演奏できるっていうのを考えられなかったんですけれども今からあの僕が何を学んだかっていうのをお見せしたいと思います えー、この演奏は、まあ、アーティスティックなものでなくアカデミックなコンセプトにのっとったものなんですけれども、まあ、まあ見ていただければわかると思います。えー、本当に自分,あ自分の声として楽器を操りたいとか楽器がうまくなりたいと思っている人はぜひこの学校に来てほしいと思います。えー、それでは